今日は瞬発系のトレーニングなので、まあ、しっかり体を動かしていきたいと思います。シャー、じゃあ準備してやっていきます。はい、アーケミ TV かなこです。ということで早速やっていきたいと思います。 Girl 世界2位の女、ウォーミングアップ開始。とりあえずウォーミングアップは完了です。毎回見ていただいてる方はいつもウォーミングアップ一緒じゃんって思ってる方中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これが大切なんですよ。やっぱり関節の可動域を広げたりとか体を温めることで体が動かしやすくなります。まず私の場合は股関節と肩周りを動かして、そして後で背骨を動かします。本当に今すごい体が温まってるのが分かるので、まあ、この調子で頑張っていきたいと思います。で、一つだけちょっと見てほしいところがあって、これちょっと見てください。分かりますかね。お腹が本当に痩せてすごい隙間があるんですよ。ちょっとずれてくるのが恥ずかしい。世界2位の女、トレーニング開始。ジャンプ系は OK です。いや、これねマジで聞いてほしいんですけど、もう本当にジャンプが苦手で全然できてなかったんですよ。このジャンプのトレーニングを始めた初日はこれ。もうリズム感なく全然上に飛べてないんですね。これに比べたら今めちゃくちゃ成長してます。なので苦手なことから逃げるんじゃなくて、やっぱり向き合うことも大切だなって感じました。最高に水がうまい。帰った。まあ、いつもなんですけど、家からお店に来るまで、まあ、自転車で来るんですけど、もう外がすっごい暑くて気持ち悪かったですね。いやー、夏が来ましたね。今日思ったんですけど、本当に私体すごい変わりましたよね。なんかお腹本当に線入ってきてますし、なんか腕とか足も痩せたなって思いました。今日なんか体が軽いぞ。体の使い方を変えるだけでバーの上がり方が全然違います。一発じゃできない時があるんですよ。しかも左足が前の時にいつもブレるので、まあ意識してできるように頑張ります。めちゃくちゃ久しぶりにこういう瞬発系のトレーニングをしました。めっちゃ久しぶりなんですよ。でもやっぱり日頃こう体の使い方を上手にするトレーニングをしてるので、まあ、いつもより本当に体が軽いです。しゃ、頑張ろう。最高。しゃ、なんとか頑張りました。瞬発系っていろいろあるんですけど、私の場合はこんな感じでやっています。あのバーを持った瞬発系は結構得意な方なんですけど、よくね、あの専門学校の時に先生に褒めていただいてました。なので、まあ、結構得意な方なんじゃないかなと思います。
まあ、本当にこう長時間するんじゃなくて、私の場合は短期集中でやるのでめちゃめちゃ早く終わります。ラストはクールダウン入ります。世界2位の女クールダウン。はい、今日も頑張りました。最後ね、いつもやっぱり疲れ果てているのか、すごいクールダウンの時間で眠くなるんですよ。でも自分の中ではやっぱりあの時間がすごい大好きで、体を休める時間にしています。瞬発系のトレーニングは短期間で行うようにしてて、普段本当にこのような感じでトレーニングをしています。トレーニングはアスリートとして本当に大切なものの一つなので、これからも頑張っていこうと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。